どうもこんにちは、今回はですねようやく来ましたよ、しまなみ海道です。尾道からですね船に乗って、このしまなみ海道を通っていくんですけど、初めて通る道ではあるんですが、おそらくですねこの今ラインありますよね、このラインを延々に辿っていけば、単純にね着くんだと思います、ゴールに。しばらくはちょっと市街地を走る感じなのかな。でもだいぶ走りやすいですよね。どういうルートになるんだろう、全然わかんない。あっちか、あっち側に行くのか。モンスターハンテン、モーハンだ、モーハンだ。あれめっちゃいいじゃん、あれモンスターハンテン。さあどんどん行きましょう。今回はですね40キロぐらい走ることになってると思います。まあ40キロぐらいだったらね、今までの経験上、3回か4回ぐらいしかまだクロスバイク乗ってませんが、まあ行けるだろうという感じなので、まあ事故なくですね無事に帰ってくるっていうのが一番の今回の目的なので、とにかくね怪我だけはしないようにしよう。で今回走るのはですね、早く到着しようとかそういう気はまるでなくて、スピード出していこうっていう気持ちもまるでなくて、ただのんびりこうやって、まあ、動画を撮りながらですね、しまなみ海道を楽しめればなと思ってます。実はですね下調べをほぼしてません。どこに行けばどんな食べ物があってとか、どこが観光名所というか、いいようなところでとか、そういうのはねあえて調べませんでした。まあなんか好きなところに寄って好きなところでご飯食べてっていうような自転車旅にしたいですね。しまなみ海道っぽいルートになってきましたよ。あの2つ目の橋を多分渡るんじゃないかな。まあそんな気がする。ああいいですね、のどかだな。今回ですね荷物をね結構持ってきてます。これに関してはまたね別の動画でご紹介してると思うんですが、今日持ってきてる荷物がね結構あるんですよ。で今まで僕はキャンプっていうと車ですよね、車でキャンプに行ってたので、なんて言うんだろう、そんな軽さとかをね求めてなかったんですよね、軽さとか小ささとか。だから装備としては、まだまだ大物が多いという感じです。
じゃあここにしよう。キャンプされてるんですか？あ、今から。ホットサンドと、はい、あとゆずスカッシュをください。はい、今回ですね、最初のご飯はゆずスカッシュとホットサンドいただきます。あ、こ、さあ、70カフェさんでですね、美味しいホットサンドをいただきました。ホットサンドをいただきまして、今から、次の島かな？因島大橋っていうところかな？に向かいます。これを左って言ってたな。立花食堂。うわ、ここもめっちゃいいじゃん。めっちゃいいけど、おしゃれだったな。これも左か。さあ、サイクリングロード入っていきます。ここからはね、きっとね、自転車だけなんですよ。自転車だけが行ける道かな。じゃあだけかと思ったらバイクも来るのか。なるほど。この辺から入っていくのかな。さあ、橋渡っていきますよ。たけいや、面白い。こんな橋の中通ることないですもんね。いや、これはいい経験だ。よし、また自転車専用道路出てきました。自転車専用というか、あと原付か。原付と自転車専用の道路です。
やー気持ちいい、これやっぱりね自転車なんで疲れはするんですよ。疲れるけどこの風とかね、この足の疲れてる感じとか、それとかひっくるめて楽しい感じがしますね。多分これは車でもバイクでも味わえないやつだと思う。うわめっちゃいい。いやこれは楽しいな。よいしょ。自転車無料。よかった。ついて、なんだこれ、一心堂料亭かな。これだこれだ、こんなんだ。さて自転車をどこに置くか。あそこか。よし。よいしょ。やっと降りられる。
着いた。やった、ほら、これの角度が多分変わるさあ、じゃあこれをねやっていこうと思うんですが、どうやらねここは炊事場を使おうと思うとなんかプラス料金がかかるみたいで1000いくらかかるって言ったのかな。なのでまあまあもういいやと思って炊事場はね使わない方向で行こうと思います。炊事場使えないってことは多分ですけど水が使えないんだと思うんだよな。なんか勝手に使ってもまずいかもしれないので、まあ米はね今日洗わずに行きましょう。まあ少々洗わんくても大丈夫でしょう。うわ、これ生が滑る感じのやつだ。さあこれで、ご飯は OK で、5分間やってるうちに固形燃料があってポケットストーブがあって、その下にね一応木の板を敷いてます。このテーブルがですね塗装があるので熱に弱い可能性があるので、まあまあちょっとやべえ乗らない。あ、なんかいけそう。ということでですね、これにこれを乗っけて焼くと。でですね、今日は調味料をね一応持ってきました。調味料としてはですねオリーブオイルと醤油と、塩コショウとニンニク、多分こんだけあれば味はつくでしょう。でこのオイルサーディンなんですが、ここにね醤油いってみましょう。とろーっと、もうちょいいくかな。醤油が入って、あと塩コショウが入ってニンニクパウダーですね。うん、美味しい。